エネクルプレゼンツ毎日ザキヤマ。この番組は堀川産業のエネクルがお送りします。毎日ザキヤマ、エネクルプレゼンツ毎日ザキヤマ。どうもザキヤマです。まずはさだまさしさんの曲をお届けしましょう。はい、お届けしますのは今日発売のアルバムです、懐かし未来からマイアミの歓喜もしくは開運、侍ジャパンと栗山英樹監督に捧ぐこの曲をお届けします。WBC のあの歓喜ですね、ピッチャー佐田、これ栗山監督ピッチャー佐田、うわすごいざ狭き門より入れ、夢を高く掲げて、すごいすごい、持てる力の全てを尽くして女神を待て、さあ狭き門より入れ、夢を捧ぐっていうもうそうだし、あの一緒にもレコーディングされてるってことですか。コーラスも一緒にやってくれてる。あ、これ入ってるんですか。後で長々と、それ一緒に歌ってます。はっきり聞こえますよ、彼の声。わざわざ来てくれてね。マイアミの歓喜って歌、これ作るよって言ったら、コーラス参加しないか、行きます行きますって言って。個人的にもつながりがあるんですか。スワローズの外野手だった頃からお付き合いなんで、めっちゃ前じゃないですかね。退職して、スターになる時に、じゃあ景気づけで CD 作ろうと、曲書いて彼は CD デビューしてんの。え？売れなかったし。だから栗山の黒歴史って言ってるの。いやでもそれがね、いろんな経緯を経て WBC の監督になるわけですから、どう優勝監督に。この曲をね聞いてね、栗山監督はね涙流してくれたんですよ。まあコーラスやる前に、その入れる前に、こんな曲僕作ったよ聞いてってスタジオで聞いた瞬間に彼は涙ぐんでね、ごめんなさいって言ってちょっと来ちゃった、こんなにぎやかな曲なのになんでって言ったらね、マイアミ思い出した、しんどかったんじゃないかな本当は。すっごいしんどかったんだって。彼はだ表出さないけど、まだね彼はね選手なんですよ。自分で納得いくまで選手生活を送れなかったっていうやっぱり思いがあるから。そうなんですか。彼はねグラウンドで一緒に選手と戦ってるんですよね。ふんぞり返って指示出してるっていうイメージが古い監督にはあったけど、新しい監督でしょうね。だからもうあのスタイルがね、そうだから選手に寄り添う、一人一人に寄り添うから、ここでバントのサインをこいつに出すとこいつのマインドを傷つけるなとか、そういう時には負けても出さないっていう、そういうタイプの監督ですよね。なるほどね。だから本当に新しい監督ですね、令和の監督っていうか。本当にやはりそういうスター街道ではないからこそ、なんか出せた答えっていうかね。そう、まもなく栗山監督の声聞こえますよ。あ、私任せた。このコーラスがこれ、そうです、メインで聞こえてるのは栗山の声ですね。おー、まさし任したって決めてくれと。そう、やっぱりここはお前だろうと、送りバントじゃないぞとかっこいいっすね。お前決めろと、そういう感じですよね。さよならしてこいと。うん、そう、信じる男ですからね栗山監督は。いい男ですよ。ああ、いやだから我々からすればね、もう一回監督やってくださいよみたいな。例えば栗山監督の自分のご自身の体力を考えるとやっぱそこまでね、まあ、その寄り添う方だから。でもね、ちょっと休みあげてくださいよ。そしたらね、きっと彼は本当に野球が大好きだから、必ず戻ってきますよ。本
ソタさんから言ってもらえませんか、うん、いや、もう、僕ずっと言ってますよ。だから逆にソタさんが今度栗山監督に寄り添って。ああ、じゃあ僕はヘッドコーチで。いや、ヘッドコーチはおかしい。違う。いや、さすがに栗山監督、サプライズ指名すぎるでしょ。そうか。そうで、ヘッドコーチはソタマサジみたいな。マサシ頼んだって言うんですか、またこの時に。マサシ頼んだ。公的衆っていう歌をリリースした年に、うん、僕は夏長崎からってコンサートを毎年夏にやってて、雲仙普賢岳の噴火災害の後に、小浜って町でライブやったんですよ。でその時に都はるみさんとか小田和正さんとかゲストで来てくれてる中に栗山君も来て一緒に歌ってますよ。あ、そうなんですか。だからあの時に一生で一番緊張したって彼言ってました。いや、そのメンバーに囲まれてんでしょ。だってそうで自分の歌を歌わされてね。あの黒歴史と言われてる。それでもいや、まあ小田さんと宮原さんの前でも歌ってるんですか、栗山さん。そうですよ。あんなに人生で緊張したことはなかったって。あのこと経験があるからWBC 怖くなかった。そっちの方が怖かったんだ。そう。でも本当なんかよかったね。だからやっぱ佐田さんがある種こう後継、もうあれで裏 MVP じゃないですか、佐田さんが。じゃあいや関係ないですよ。いやいや、そういうところに呼んで栗山監督のメンタル鍛えてたわけですから。僕が鍛えたわけじゃなくて、いや、もうトラウトより何倍も怖いでしょやっぱね。小田さんと都はるみさんの前で歌う方が。でも唯一栗山監督と意見が一致してたのは、ノーアウト一塁でゲッツー取って決勝でね、大谷君がね、来て、ツーアウト取ってマイク・トラウトがバッターボックスに入った瞬間に、はい、うん、栗山君も僕も勝ったと思った、うん、なるほど。もうそれはあまりにも運命的、いや、もうこれは筋書き通りというか三振で決まる。はあ、僕ももうテレビ見ててそう思ったんです。で栗山さんもどうでこっそり聞いたの、うんうん、したら本当にマイク・トラウトがツーアウトでバッターボックスに入った時に、うん、ああ勝つんだってようやく思った。へえ、うん、エネクルプレゼンツ毎日ザキヤマ。この番組は堀川産業のエネクルがお送りしました。